女性でもね、男性でもね、自分が幸運な時ね、運が浮いている時はね、必ず悪口を言われるの。悪口を言われるということはね、悪口を言いたくなるほどね、その人が幸運なのよね。愛することは許すこと、自分も許されて生きてることを忘れないで。お子さんに何のために生きるのと聞かれたら、誰かを幸せにするために生きるのよと答えてあげてください。とにかく人のことが気になって気になってしょうがない。これが物事にとらわれている心です。そういう心をなくさない限り、心は安らかになりません。妻は優しくされることを望んでいるだけではない、優しい心で理解されることを望んでいる。世の中は常に変化し、人生には予期せぬことが起こり、そして人間は必ず死ぬ。こう覚悟しておけば度胸が座ります。大変な災害に遭おうと、会社をリストラされようと、ああこれこそ世の習いと感じることができれば、慌てふためくことはありません。